しろ。構わないでよ、アイーダさん。G7 の整備が終わる頃には戻るから。もう一度見ておきたいだけなんだ。え？トワさんが。血を引いているなんて。生き残るため必死でこのコロニーを作り上げ、命を。アイーダさん、ちょっと見てきます。メアリー、撃っちゃえよ。ミノフスキーロードから算出してダミーでなければこっちの方向でと。なんと、あの機体はマスクダイの部隊。今の爆発で敵が集まってくるわ。あれはマスク隊員の機体じゃなかった。落ち着きなさい。私がここで足止めします。あなたは船に戻りなさい。そんな、一人じゃ無理ですよ。分かってます。いい、 G セルフを取ってきなさい。それまで持ちこたえてみせます。このままだと二人とも危ないわ。アイーダさん、分かりました。私だっていっけ。見つけたぞ、飛び級生。ヘルメスのバラの設計図がある限り、我がキャピタルアーミーに不可能はないのだよ。新型やつの機体ではない。遠慮なく行かせて。
剣は行かせない。縛られた者たちの苦しみが劣る者と蔑まされた血筋、血筋なんかに縛られちゃダメだ。自分が苦しいだけじゃないか。なんでそれがわからないんだ。終わった。これは今じゃ、アイーダさんが。アイーダさん、人類は宇宙世紀の悲しみを繰り返してはいけないわ。ベル、先祖の思いに耳を傾けるのよ。無事に帰還しているところだよ。綺麗だね。三光星雲、超新星の残骸ね。星の終わりを告げる輝き。地球と共に人は生き続けるか。ご先祖様の声、アイーラさんにも聞こえたでしょ。ええ、聞こえたわ。僕が姉さんを守る。